はい、おはようございますえっ、ー、と、今日で、えー、今日で10日10日目ですね、今日2月14日ですねえー、っとはい、で今日で10日目のさしこちゃんですあ、さしこちゃんですよ、なかった花束ですね、花束ですおはようございます、さしこちゃんですよろしくお願いします 今日は2月14日は月ですね、バレンンタインデーです、ね、えー、っと、ね今日お店宮崎店が今日営業日となっております。えー、っと、緑園店ですね。緑園店はまだ今週末ですね。17日からの開催で、今日は宮崎店の営業ですね。えー、っと、2月17日の金曜日、今週の金曜日から宮崎店から始まります。3月の3日まで。で、終わった で、日向店が3月の7日から。えっ、ー、と3月の7日は、えー、火曜日ですね。火曜日からで最終日が3月の18日と3月の18日が土曜日かな。土曜日ですね。よろしくお願いします。で、えっ、ー、とあとはあとはあとは言ないね。今日は営業日で,でえっ、ー、と10時半から15時と。 宮崎店は10時半から15時の営業日となっております。花束いきましょうね。花束はこれですね糸は糸の紹介をしておきましょうね。今回初めてアイブと僕初めてなんですよ。アイブと使ってます。番、ね、こっち使ってますえー、っとで えっとね、それで、えっと、コメント紹介しながらもあるんですけどあそうだ思い出した <laughs> 忘れがちそうそうこれの話もしようと思ってビジュアルポエトリーですねビジュアルポエトリーですえっとこれがね昨日もこの色じゃないんですけどねまた買っていただいた方がいらっしゃってねあのこれもかなこれかな薄白系のやつと白系のグリーンラインが入ってるやつかなわかんないちょっと。 細かくわかんないんですけどあと緑系のやつで買ってくださってる方もいてありがとうございます。ねさしこちゃん見てる方かどうかがわかんないんですけど僕は見てる方だと信じて <laughs> まあ信じてというかまあありがとうございますねもうほんと見てる方でも見てなくても。ねえー、とダブルガーゼの面100%ですね。これが 106cm 幅ですね。でかける 50cm チ。 えと長さは5 0ンチ単位でお光が入ってきた <laughs> ね販売しておりますよろしくお願いします、まあ、昨日も言ったようにあのはんあの廃盤廃盤にねなっていったりするのでもう,うちも仕入れてる仕入れ次第ね仕入れ次第になるねよいしょえっ、ー、とじゃあいきましょうえっ、ー、とじゃコメント今日は今日はね コメントでまず先に紹介しよう。これちょっと僕呼んだんですけどね。豚子さんから頂きました。豚子さんおはようございます。さしこちゃんこんばんは。こんばんは。今からおせっかいな豚子、豚子おばあちゃんが出動、出勤しますよって来てますね。で、ここからですね。カッさしこちゃん、次の花の段に移ったけど、その段が間違ってますよって、これ昨日ね、ちょっと僕コメントね、届いてるの見て読んでてね。ああ、本当だと思って。 本当だって思ったのは今なんですけど <laughs> 今見たんでねこの刺し子自体はここ一回ここで刺して間違ってるここだねって思ったけどやっぱここですねそれを言ってますねタ子さんすいませんで一回ここ差しかけてあこっちからだったねってこっちから刺したんですけどこっちですね確かに <laughs> 確かにです <laughs> 出ました確かに <laughs> ねえ そうか。ねありがとうございます。間違ってますよ。と。今指しているところの上を指さなきゃ。ねここね。<laughs> これ大きめに。ここねって大きめに言いましたけどここね。そうそうですね。で店主さんにもここだよねって言って確認してるのにその段にはいかず指すはずだった段の次の段に行っちゃってます。と。今なら指し直しも苦にならない。よし指し直し。 フ <laughs> ねほど差し直しっていうかほどきますね間違ってましたすいませんありがとう、ね、こういうこういうねいい面もあるんですねやっぱね皆さんからコメント見てくださってるんですね聞いているだけじゃなくてねありがとうぶたコさんありがとうねちょここまで外します <laughs> もう全然進まないね <laughs> ね、で、えっ、ー、と、なんだ。で、今なら差し直しも苦にならない。うん、と苦にならないですよ。もう嬉しいです。で、あ、もし私の勘違いだったらごめんなさい。いや、そんなことはない。もうそんなことはないです。もう正解。ね、正解ですよで。僕もね、昨日の夜このコメント見て、あ、そうだっけって、そうなんだねってちょっと思って、 今,今ですね今見てあ本当だと思いました <laughs> 今見て本当だと思いました <laughs> ねねコメントに助けられてだからここねここだねここここ行かなきゃいけないねありがとうもうありがとうありがとうしっかり言ってないけどありがとうですちょっと待ってねよしで こうね、だからやっぱそういうね間違いがあった時にね多分コメントなかったらね気づかなく気づかなくてというかまあしばらく気づかなくて後でああってなったパターンですねこの感じはね気づいてなかったから天使もねもう何にも言わんから <laughs> ね気づいてたのかな ないけどね。ありがとうございました、ぶたまさん。で、勘違いだったらごめんなさいって書いてますけど、勘違いじゃないです。正解です。正解でした。ありがとうございました。じゃ次行きましょう。ちょっと待ってね。じゃあ,じゃあ次行きましょう。次がえっ、ー、とローランさん、日だまり、ローラン日だまりの縁側のローランさんですね。えっ、ー、とさしこちゃん、こんばんは。こんばんは。 ね、早速花束動画をチェックさせていただきましたが豚子さんもおっしゃっていたように「さすがが間違ってますよ」とねローランさんもからもご指摘を、ね、ありがとうございますローランさんもね思わず動画を見ながら「キャーそこではありませんよ」<laughs> せっかく間違いに気づけたのにさらに間違えていますと ちょっと待ったあと叫んでしまいましたとねありがとうございますね叫びました叫ばせましたね, <laughs> ね僕がもう本当に間違っちゃってね申し訳ないとはいええっ、ー、とこの図案はこうした間違いを起こしやすいということがよく分かりました、うんあそうねもういきなりだからね,僕もねし私も指しながら迷子になりそうな予感がプンプンしていますと ありがとうございます。ねまだ指してないですからね。<laughs> ローランさんね。指してる感じの、あのー、コメントくださるけど、まだ指してないですよ。えっ、ー、と、先週の金曜日、関東でも初雪が降りました。ああ、初雪、あ初雪だったんだ。あ、そうなのその先週の金曜の前にもう一個ありましたよね。大きめの寒気団がね。寒波が来たっていう時は降らなかったのかな。天気予報の精度が上がってますね、と。 朝からちらちら降り始めそのまま午後まで降り続けていましたがおやつの時間ごろには冷たい雨にあー雪から雨に変わりましたと、えー、幸い翌日も気温が高かったので残った雪もあっという間に溶けてしまいましたがあーよかったですねちょっとね雪が積もるとねまた大変なことになるんでねえっ、ー、と溶けてしまいましたが 空き地の雪を集めて近所のお子さん方は雪だるまを作っていたそうですああそうね子供たちはもう喜ぶばっかりだからねお子様は元気ですねって書いてますねでそろそろ花粉が飛び始めているらしくえっ、ー、と目のかゆみと戦いながら花粉症なのかな目の痒みと戦いながら,ななながらえっ、ー、と今日も今日とてチクチクしていますと <laughs> 今日も今日とてね さしこちゃん今ならまだ戻ることは容易ですので段違いに気をつけてくださいねはい <laughs> はいですありがとうございますもう気をつけます、まあ、何度かあるんでしょうねこういうことがね皆さんからねこう指摘がもらえると思うとちょっと安心はしますけどねでもやっぱ ありますわ。こういうことが。<laughs> ありますね。気をつけます。ローランさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ次行きましょう。次は、ちょっと待ってね。えっ、ー、と、次ね。次、シナモンさん。シナモンさんからね、なんか2つ来てるんですよ。じゃあちょっと読みましょう。ね、シナモンさんからですね。ありがとうございます。え、やっちゃったのーってね、本当に抜けてますねー。ああ <laughs>、追加注文しますねが。 ここまで読んで僕のことかと思ったらこれやっちゃったのって僕に言ってんのかな本当に抜けてますねでも <laughs> あ僕ですねと思ったけど「追加注文します」はこれシナモンさんの話ですね。いやあのなかったんだけどまあいいんですよ <laughs> 全然いいんですけど花束ないなーっていうね連絡いただいててご注文いただいたやつになかったからね <laughs> そのことですよね。えっ、ー、と。 注文はもう気づいたでで全然大丈夫です今日もさしこちゃんの1回目から1回目から1回目からの後ろにカラーがついてるこれどういうこと1回目からって伸ばした方がいいのかな1回目からさしこちゃんの手が綺麗ですねあ何これさしこちゃんの手が綺麗綺麗れじゃないですけどねさしこちゃんの手が綺麗ですね1回目からさしこちゃんの手が麗ってどういうことだろう一番最初ってこと ということかなわかんないけど。えっ、ー、と、オンラインショッピング以外欲しいときは、オンラインショッピング以外欲しいときは、電話で注文、オンラインショッピング以外欲しいときは、あ、オンラインショッピングに乗ってないやつで欲しいやつは電話でいいですかってことうーん、ちょっということかなおっちょこちょい笑い。<笑>ちょっと待って。オンラインショッピングに乗ってない、例えばこう、 インスタグラムで紹介されてるやつとかはまあもちろんお電話でもいいんですけどまあインスタグラムだったらダイレクトメッセージとかでもいいですよそういうことかなね違う <laughs> さっきの花束のことかなさっきね漏れてるのを花束もし漏れてるんだったらまあそれはあのわざわざオンラインショッピングからじゃなくても,もメッセージね亭主とやり取りできればそっちでもいいですけどね どっちでも大丈夫です。で、次ですね。で、終わってるんですよ。1回目の投稿が。シナモンさんね。おっちょこちょい笑いでね。で、次。<laughs> 次もシナモンさんから。えっ、ー、と、体調方針情報ありがとうございます。体 <laughs> 調方針情報というか、まあ、僕のね、僕の経験なんですけどね。インスタアカウントあります。おう、あれ、今。あ、あるんですね。あ、どういうことインスタアカウントで書くのが目標って言ってたけども、もうアカウントあるんだ。 そうなんです。<laughs> そうなんですあるんですってことはじ,はじめ、雪かきの筋肉痛かなって、お腹周りから、ああ、これなんていうんだ肺骨、肺骨なんて、まで、までてなんていう時わからない。ちょっとごめんなさい、やめない、ね。漢字は読めないから、肺骨、なんとか、調べる <laughs>、ね。漢字は読めなさすぎてね、話にならないからね、僕がね。 ちょっと肺骨なんて言うんだろう肺骨肺骨あやっば肺骨しかない出てこない肺骨これ,これまでって字だよねこういう言葉があるわけじゃなくて肺骨までってひらがなのやつを漢字で漢字で言ってるだけか <laughs> お腹周りから肺骨まででそういうことねえっ、ー、と 発疹、ね、って言うんだけど漢字が読めない。漢字が読めない、えー、本を読まないからね、あんまりね。えー、これなんていうの発疹だよね。合ってるね。発疹がすぐ。発疹がすぐ皮膚科へ。ちょっと,読め、うん、ちょっとよくわからない。お腹周りから肺骨までで発疹がすぐ皮膚科へ。 どういうことかな星が出て、すぐ皮膚科に行ったってことで、飲み薬とリンデロン、オレンジ、キャブ、キャップ。で、2週間目にこれ以上強い塗り薬はないという薬が <laughs>、ちょっとわかんないな <laughs> これ。区切りがない,ないってことね。これ以上強い薬はない。 ってことね、薬がないってことかな薬がってきてますけどもっと早く欲しかったウイルスの薬は1週間しか出せないらしく、えー、と炎症炎症止めの飲み薬が出てますシナモンさんにね <laughs> ヒリヒリピリピリあピリピリはするんかな僕昨日も言いましたけどねご心配かけてすいませんいやそ,そんなことないですご心配はかけてっていうかね大丈夫ですかって気持ちはあるんですけど大丈夫ですよご心配はねしてますけどすいませんってことはないですよえっ、ー、とで発注ミスで <laughs> この発注ミス <laughs> 発注ミスでが戻ってきたね話がね発注ミスで動画見ながら慌ててコメントして これからもよろしくお願いいたします。ああ、分かりました。<laughs> ちょっと、ちょっと途中分かんなかったけど、分かりましたよ。大丈夫です。発注ミスはね、発注ミスだったんですね、やっぱね。あの、花束のことですよね。あと、帯状疱疹も薬、かやっぱ強めの薬をもらってるってことですね。確かにね。僕も確かに、去年、去年じゃないけど、あれいつだったかな。もう結構前ですけど。 結構さ、3年前ぐらい、3年か4年ぐらい前ぐらいかな。あの、もらいました。塗り薬とね。塗り薬だった気がする。で、強,強いですっていうの言われた気がするね。帯状疱疹の。ちょっと薬の名前まで覚えてないですけど。で、良くなりましたよね。僕はもう。それからも、帯状疱疹にはなってないので。 先でも見ますよね体調方針のね CM とかもね気をつけてくださいねシナモンさんねあとちょっと最初の投稿にもなっちゃうんですけどあのまあシナモンさんに限らずインターネットでお買い物じゃなくてもあの気になるものがあればダイレクトメッセージ等で選手とねコンタクト取ってもらえれば多分選手の方はねそっちの方が いいいいんじゃないかなかって思いますオンラインストアであの購入すると手数料がなんか引かれるんですよね多分そのストアーズからねだからまあ直接の方が店主的にはいいのかなちょっとこう光が入ってきてちょっと差しづらいなえ品松さんありがとうございますであと豚子さんもローランさんも差し間違いにね ご指摘いただきよかったありがとうございますやっぱね間違えちゃいますからね間違いは誰にでも <laughs> 間違う人は言いますよね間違った時に絶対言いますね間違いは誰にでもあるからってね <laughs> 言いますよねえー、っとじゃあ差し差していきましょうかね 柄を間違わずに刺してるつもりでもやっぱその一瞬のね一瞬見落として間違う可能性があるってことが分かりましたね気をつけちょっとローランさんが書いてたけどこの柄はちょっと要注意、ね、皆さんもどうね、まあ、皆さんはねなかなかそんなでもちょっとこの図案自体がちょっと特,特殊というかこうちょっと刺さないところを作っちゃったんで 刺す刺す箇所を減らすためにね作っちゃったがためにちょっと混乱を招くっていうところがありますね普通に刺して刺していく分には間違わないと思うんですけどど,どうだったっけっていう感じでこうなるのでちょっと今日ここ刺し終わってちょっと止めようかな玉止めしようかな玉止めできる、うん、一応2ラインで刺して。 見ようっていうことで次の花束の段になったら3ラインでやってみようとかまあいろいろえー、っとちょっと待ってねいいですねえー 今日はあのー、今日バレンタインですけどほんとこっちではいいかなと思って紙とペンシルこの後取るんでそっちで喋ろうかなと思ってます。<laughs> あえてねそっちも見ていただきたいっていう気持ちも込めて今日バレンタインなんですけど今日朝からねバレンタインのバレンタインのね、まあ、毎年こう毎年こう俺っていうか 結論、結論を言うと朝、朝はね、チョコレートいただいたんですよ、店主にね。その話を、この後、こっちの動画が終わって、紙とペンシルの方で話そうかなと思ってるので、もし、時間に余裕があればね、そっちも見てください。聞いてくださいですね。そんなでもね、でも特段こう、面白いことがあったとか、そういう感じの話でもないので、まあ、 皆さんははどうですかねねバレンンタインは、ね、やっぱ見てる方がやっぱ女性が多いから、ね、渡す方自分に渡す方いろいろですね今日朝ニュースでやってたけどあんまりこうあげないっていう人もやっぱ多まあコロナもあるしあんまりね人に渡さない傾向があったり。 自分に渡したりとかまあそれもちょっとねちょっと前ちょっと前というかねありますけどね傾向がね自分チョコみたいなねあんまり人にあげない傾向になってきてるからチョコレート業界の人はちょっとあれですよねそう,いうそういうのがあるとねここねここで玉止めは中で止めるからちょっとこれねここがねちょっとゆるゆるにならないように気をつけたい。 あとその、なんだっけな。バレンタインとは、まあ関係ないこともないんだけど、店主がその、ちょっと前に話しましたね。カンカンが好きっていうので、何週か前のマツコさんのやつで、知らない世界のやつで、カンカンのな、な、何さんだった中田さん、中田、中田プー、プーさんかプーさんってなんか店主が言ってた,っけ,ってたけどな。が出てて、 店主がもう録画しといてっつって録画しましたね。<laughs> カンカンお菓子の缶の世界今なんかチョコレートもそうだけどお菓子の缶がやっぱ大事っていうかねこう好きな人が多いっていうのでやってましたねお菓子のお菓子缶の世界みたいなんですよねだから僕もちょっと店主と見ていたんですけどやっぱなんか 知らないものがいっぱい出てたみたいでね。チェックしてましたね。テンションはね。見られましたかね？見られた方もいるかな？昔の観の世界みたいな。えっとちょっと引っ張ってこのぐらいでいいかなね。このぐらいで綺麗ですよね。で、ここで玉止めを。しますと。ここでね。 さんが玉止めで行くって言ってましたけどね僕も玉止めで行きますょちょっと待ってねこの針に…針に糸が通らない針に糸を通す玉止めはできるんだけど僕指でやるやつはねできないんですよねここで止めますね 気持ちが悪い <laughs> 気持ちが悪い <laughs> 気持ちが <laughs> カメラ越しだからすごくやりづらいんですよこうちょっとカメラ越しだしこの裏側だしやりづらいピッとピット巻いてここをしっかり持ってこうね おしまいおしまいにしましょう。で、貯金で,で、どうですか？はいね。間違ってないですね。で、明日,明日はというか、次回はこの2列こっちから行こう。近い方からがいいどっちからでもいいのか？こっちから行って終わりのことを考えたら、こっちからこう行ってでここ行って。で、こっちで終わった方がいいね。終わりのことを考えた方がいいね。 玉の面をするときにどっちがしやすいかをねはい、じゃ今日ここまでです <laughs> ねちょっとタモさんみたいでしたけど <laughs> 一旦コマシャルですみたいな言い方でしたけどねはい、ここまでですはいはい、じゃ今日は以上となりますもしよければ紙とペンシルで見てくださいご視聴ありがとうございました